カイル・マッセイはアメリカ合衆国の俳優、声優、ラッパー、ジョージア州アトランタ出身。代表作は、レイブン見えちゃって超大変。と、コーリー・ホワイトハウスで超大変。ライフ・イズ・ワン、ダフル、など。弟は俳優のクリストファー・マッセイ。2007年の映画、鉄腕・アンダードッグの公開前にリリースされた。 アンダードックラップスを含む彼の楽曲はウォルトディズニーレコードとハリウッドレコーズからリリースされている。兄と共にショッピングモールでスカウトされるまではミズーリ州に住んでいた。両親はジョージア州アトランタに住んでいたがカイルが生まれた時にミズーリに来た。マッセイ兄弟はブロードウェイのミュージカルなどに出演しアウトスタンディングヤングパフォーマーインライブシアターに ノミネートされたこともあった。また、カイルは、バーガーキングやディズニーへの CM 出演もあった。例文見えちゃって超大変。と、そのスピンオフ、コーリー・ホワイトハウスで超大変。で、コーリー・バクスターを演じたことで注目を浴び、番組の最高視聴率獲得につながり、フォーカス・オン・ザ・ファミリーのアドベンチャーズ・イン・オデッセイで、マービン・ワシントンを演じることにもなった。 レイブン見えちゃって超大変。と、スピンオフ、コーリーホワイトハウスで超大変。では、ヒロインであるレイブン・バックスターの弟、コーリーを演じた。2005年、同じく、ディズニーチャンネルのオリジナルムービー、ライフイズワン、ダフルに出演。彼のラップのシングルイッツ、A ドッグは、本編中で用いられ、鉄腕アンダードックにも用いられた。そして、 アメリカンドラゴンではハンズボーイ88役で参加した。2006年に放送されたディズニーチャンネルゲームズの第1シーズンではルーカス・グラビール、アシュレー・ティスデル、マイリー、サイラス、エミリー・オスメント、ミッチェルムス・ソラと共にグリーンチームとして参加し、ロック、ペーパー、シザーズチャレンジで MVP を獲得。翌年はイエローチームのキャプテンとして参加し、しばらくして、 同じチームに参加した。AOL のトップトゥイーンアクツに選ばれたことがある。ドリームワークスアニメーションは、トムとジェリーの新作に登場するジェリーの親友、レオ役に彼を採用することにしたと発表した。サウンドトラックへの参加やシングルのリリースはあるが、ディズニー・アドベンチャーズ氏のインタビューで歌うことができずメインストリームのラッパーとして、 成功できるとは思えないためアルバムを出さないと話した。なお、テレビアニメ、イン、ヤンヨーの主題歌も担当しており、主題歌の PV にも出演した。また、2007年の映画、鉄腕アンダードッグの公開前にリリースされたアンダードッグラップスを含む彼の楽曲は、ウォルトディズニーレコーズとハリウッドレコードからリリースされている。 ディズニーチャンネルホリデーとシャギードッグのサウンドトラックにも参加しており、コーリーホワイトハウスで超大変。でも、いっつ、A ドッグを披露した。ザイレクトリックカンパニー S の第一話スキルズでコーチとしてゲスト出演。ありがとうございます。